前にも言ったが、古雲閣の下には魔人たちが多く封印されている。今のリーユエは凡人たちのものだ。遠い昔に生きたヘウリアの置き土産をリーユエ校に持ち帰るわけにはいかない。ここで静かに眠らせた方がいい。俺は一つの時代を終わらせた。その歴史をどう記録すればいいか。歴史は記録できるが、その信憑性は不確かなものだ。今回の件はその証明になった。歴史をねじ曲げるほど時間の力とは強い。本物の歴史を刻むためにより良い記録が必要だ。石に刻むのは良い記録だった。しかし変わらない盤石も世界も俺もいつか消えるかもしれない。勝利だからお前のことを思い浮かべたんだ。お前は様々な世界を旅する者。歴史をお前の記憶に刻めば、それはいつか別の世界にも伝わるだろう。旅人としてお前が記録すれば、テイワットの時代も歴史もバックアップを得たのと同じだ。任重くして道通し。数千年前、戦乱に満ちたリーユエで俺たちは戦った。魔人が封印された古雲閣も、千年の時を経て逸話と伝説しか残っていない。オセル、俺たちは敵同士だが、旧時代の対立は所詮旧時代の思い出に過ぎない。ああヘウリアの遺物はお前が飲み込むといい。リーユエ校の霊石はこれで一つなくなった。天地万象、後世に任せるとしよう。Thank you.